韓国のヨン・ホンチョル。前の選手がね、いい得点を出しますとね、こういう種目別というのは特に意識するものなんですよね。広島アジア大会の金メダリスト、そして今年のプエルトリコの種目別の世界選手権では銀メダルを取っています。高さとそして距離にご注目ください。韓国のヨ・ホンチョル、今日は2回ひねってくるんじゃないですかな。着地は一歩乱れましたが高さがありました。プエルト飛びの1回ひねですね。1回目は1回だけのひねりできました。ということはこの2回目がさらにもう1回ひねり加わる可能性ありますね。十分ありますね。着手して前方のクエルボ飛びの半1回ひねですね。この高さを見てください。そうですね、 9.837 9.837 という高い得点。素晴らしい、いい得点ですね。いきなり高い得点が出ました。これ3人目の選手です。はい、2本目がうまくいきますと、はい、これ金メダルの可能性ありますよ。まあ、もちろん後の選手まだ残ってますけどね。さあ2回ひねってくるかどうか注目です。韓国のヨ・ホンチョル、コーチが今日は2回ひねるぞというそういうことを言ってくれましたからね、攻めてくるでしょう。スタートしました。あ、ひねってきました。着地失敗。着地が大きく乱れました。もったいないですね。あー、座り込んだ。がっくりとしたヨ・ホンチョル。現在トップはネモフの 9.787。 9.6 以上は出ない、出ましたかね。 9.675、 これが2回目。あー、着地いいですよね、はい、トータルで 9.756。